はい。では、えっ、ー、と、今日ですね、アーベからの資金調達についてというところと、今後のディファイについて、えー、ご紹介させていただけたらなと思っております。で、今日ですね、えっ、ー、と、今日えっ、ー、と、主に4つですね、最初、教育分野でのブロックチェーン活用っていうところから入って、まあ、それがどういうふうにディファイにつながっていくのかっていう流れで、えー、お話できたらなと思っております。はい。 改めまして、田上と申します。もともと、リクルートっていう会社で、ブロックチェーンの R&D をやっていて、えー、その後、2018年に、えー、ティックティックを創業したとい,うというような流れになっております。で、あの、経産省ですとか内閣官房で、最近はオブザーバーを務めることが多くなっていてですね、JBA、えーまあ、だと、加納さんだったり、福島さんが、あの今、内閣官房のブロックチェーン官民推進会合で、 理事をされているんでですすけどその第3回ですね次回が教育がテーマになっているのでそこでもお話しさせていただきますと。でその前日にですね経団連の方からも依頼があって、まあ、全く同じ話を経団連と新経連続けてするんですけどもしあの加盟されている企業さんの方であれば拝聴、えー、いただけるようなのでもしご都合、えー、よろしい方がいましたらご参加いただけたらなと。 持っておりますはい。で、まあ、えー、弊社はですね、株式会社テックテックですと。と2018年1月創業で、主に教育分野でブロックシェン活用を進めている会社になっております。で、うち、あの、まあ、何度も、あの、 GBA さんだと2回目にお話しさせていただくことになっているんですけど、グローバル化はかなり進めていてですね、まあ、今回のアーベもそうですけど、もともと右上のメーカダオですとか、ブレイブ、カイバネットワーク、ディファイ勉強会で堀次さんが登壇されたと伺っているんですけど、えー、堀さんのカイバネットワークですとか、あとはイーサリアムのレイヤー2っていうところでスケールだったりっていうところとご一緒させていただいているような会社になってい おりますでやっているのがですねポルっていう学習するほどトークンがもらえる全く新しいラーニングシステムですよと、まあ、あの学習する学習行動に応じてトークン付与してそのトークンをブロックチェーンに記録していますと、まあ、そういったサービスを行っておりますで、えーまあ、何をやっているのかっていうところで最初ディファイに入る前に教育分野でのブロックチェーン活用の話をさせていただくんですけど もともときっかけになったのが、経産省さんと一緒に、あとアリクルトさんですね、倒産者で調査事業を2018年にやっていて、2019年か、18年、そうですね、えっとまあ、論文出したりとか、ハッカソン開催してしているんですけど、ここで、えー、学位、履修履歴、緊急データの分野で、ブロックチェーンを使って不正の防止とかができないかというような調査を行っておりましたと。 で海外でも同じような取り組みを行っている大学ですとか、事業者があってですね、あのキプロスとかシンガポール、マレーシア、あとはドイツとかで、えー、活用が進んでいるんですけど、まあ、オラクル問題というのが浮上しますよねと、一番有名なのがブロックサーツっていうアメリカの。ご視聴いただきありがとうございます。前編は JBA 会員限定で公開しています。詳しくはホームページをご確認ください。